ありがとうございますあと確認させていただきましたえっ、ー、とだいぶ強いメッセージをこう投げさせていただいたんですけどなぜ、まあ、あのメッセージを投げたか,のかっていうと単純に僕はあんずさんに一度お会いして今の状況を聞いてでやるべきことも知ってるしその上で、えー、今回のメールメッセージ頂い,いてうん新宿 うん焼肉ぼやきすべて見ていますとすご。久保さんのトークも全部見てますと。吉谷さんを見るだけで癒されますと。うん。はっきり言ってそこ,こじゃないんですよ。うんこ。僕はそう思います。すみませんね。申し訳ないですけど、やるべきことっていうのは、 ここじゃないですし、ここに時間使うべきでもないし、一点集中で今やるべきことって何かっていうと、今の問題点を改善するために金稼ぐだけです。今、自分が悩んでるところっていうのは、家賃もきつい状態でお金に困ってるわけじゃないですか。お金に困ってるんだったら、お金を稼ぐだけに集中する。まあ、それ以外必要ないと僕は思います。自分の問題点があって、その問題点を潰すだけですよね。 もう、吉谷さん、売り上げも、僕も、私も月収100万、200万、300万稼ぐになって、時間もちょっとゆとりが出たんで、吉谷さんた楽しんでます。別にいい,いいと思うんですよ。問題も改善されて、収入もあって、暇だから見てる。いいと思うんですよ、それは。でも、ご相談いただいて、あ,あって、えー、いろいろやって、聞いて、うん、で、まだここかと。うん、もっと100%、もしくは200%、 もっと考えるべきです僕はそう思いますね。うん、まあそれは杏ズさんの自由なんで見る見ないは別に自由でもうこれ以上は言わないですけど、うん、そこじゃないんじゃないかなと思ったんでかなり強く言いました。直接お会いしてますし。うん、であとそのなんだろうな。うーん 自分でも甘いのは分かってるっていうのは認識してるわけですよね。自分でも甘いのは分かってる。その甘さが今なんじゃないですか。その甘さがじ今の自分を招いたんじゃないんですか。で、その甘さを改善しなかったら、また同じ羽目になりますよ。そこ改善しないとダメですよ。うん。少なくても、アンズさんからいただく内容っていうのは、具体的ではないんですよ。 もっと具体的に、あの、吉谷さんの講義を勉強して、どうのこうのとかね、講義を勉強して、これどう思いますかとか、そういうのじゃないんですよね。で、それが必要なわけじゃないですか。僕の商品を買って、有料で見て、学習して、じゃあそこから何を学んで何をやるのかって話ですよね。無料のぼやき動画見ても、それあれはエンタメ性だから、うーん。うん 何のために有料のね、あのー、僕に何とかできないですかっていうお願いまでして有料を買ったのかっていう、僕はそこはどうなのかなと思いますね。あそこまでお願いして、自分だけからお願いして、特別枠で、えー、僕も了承してね、入れましたけど、だったら全力でそれ以外見ないみたいなね。それだけ見て自分の収入を上げるためにそれを活用していく。それをやんないで、 そのエンタメ性の強いものを見るっていうのはうんぶれちゃってるのかなと思います、ね、うん本当の癒しっていうのは多分自分が出す結果からしか本当の癒しっていうのは得られないですこの癒しっていうのは僕は逃げだと思います、うん、じ希望っていうのは僕でもなく希望っていうのは自分の結果から希望っていうのは生まれると思います 僕を希望にしてる僕を信用しているそれはもう人に頼って人になんだ人任せなんですよ自分で稼いで自分の道歩いていくっていうのは自分で自ら考えて自ら思考し,して自ら結果出してでその結果から結果から希望を見いだしていく僕はそう思います僕が銀行口座凍結になった時も青ざめってでその後うんこれしか考えなかったそすもん これしか何かっていうと、お金引き出せないですよ。ゼロですよ。じゃあ、売り上げ作るしかないな。売り上げ作るためだけに100%です、ね。100%です。今年はペイパル凍結になりました。やばい。じゃあそこ、そこの問題をかい改善するために100%です。だその後すぐストライプっていうね、決済の、決済をもう30時間とか、ずっと調べて、で、やって、ですぐキャンペーン打って、 ややってみたたいなことやりましたけど問題点を改善してで前に進んでいくしかないですからうんそうもっと頑張るという言葉は合わないかな僕からするとそれをやるのが当たり前だと思ってますから、うん、自分はどうなんですとか吉谷さんだからとかそれいのは関係なくて 自分の問題点を100%で改善するために動くただそれだけうんもしもですね自分のそのお金僕のね焼肉動画とかうんなんだ新宿のそのぼやきとかそういうのを見て収入が上がるんだったらいいと思いますよ上がんないですよねうんうやるべきことはもう自分で行動する作業することからしか生まれないと僕は思ってますんで 僕の場合はコンテンツ販売してますから売り上げ作るためにはコンテンツを売ることからしかお金が生まれないと僕は思ってるんで毎月商品売ってきましたしうんじゃあその売るためにはじゃあ何が必要なのかお客さんとの信頼関係ですじゃあ信頼関係を作るためには何をすべきなのかもうだからこれそれは逆算して全部逆算してやるべきことをただやってきたっていうやるべきことをやったからやった分の結果がただ出てるだけであってでもしやったけど結果が出ないんだったらもっとやるっていうのが僕の あれなんでうん、やったたけど結果が出ない当りり前にありますだからもっとやるもっとやっても結果出ないんだったらもっとやる結果が出るまでやる、うん、ただそれだけです、うん、そうまあ前々からちょいちょいそのメッセージこう頂い,いてましたけどあのー、本当にね断捨離した方がいいですし、あのー、僕は希望でも何でもないですよ本当に自分で希望っていうのは作るものなんで。 癒、うん、癒しっていうのは自分の結果から、えー、自分の銀行口座のお金を見て癒されてください。なぜならそれが問題なんですから。うん、それが問題で僕のとこ来てるわけですから。そこの問題を解決しなければいつまでたっても人生は変わらないですし何も変化は起きないですよ。うん、ネットっていうのは本当に地味です。であとは 久保さんの1万,万4000サイトも久保さんはそれはあの作ってますよ。<laughs> ツールとかじゃないですよ。うん、単純にその、あんさんがね、どういうイメージをしてるか分かんないですけど、単純にね、 えー、10記記事事とか20記事書いてそれでも1サイトだから久保さんの1サイトの定義はどこに置いてるか分からないですけど僕もですよ僕も昔600サイトとか700サイト作ったことがありますそれは1ブログに対して5記事ですね昔はそれでいけた部分があったんで1ブログ5記事ぐらいで1サイトとしてそれを700個とか600個とか量産してアドセンス収入で6070だったかな昔ですよ十何年前の話ですけど ただ、まあ、アンズさんの定義と久保さんの定義違うだろうし、1サイトの概念も違うだろうし、うん。ただ、本んとやるだけですよ。本 <laughs> 当とに、とにかく。人がどうのこうの、どうでもいいんですよ。うん。人がどうでも、人があ、あれやった、これやった、どうだ、じゃなくて、自分が結果を出すだけです、ね。自分がやって結果を出す。うん。 ということで、今年もまだあ終わってないので、この1ヶ月フルマックスで、えー、フルベッドでやってほしいなと。僕も12月からもうフルベッドでやっていきますんで、もう最後12月ドリームアカデミアあの、がっつりセールスしていくんで、それに全神経を注ぐって感じですかね、今は。もうフルベッドです。自分が出せるものを全部出していく。 それしか今考えてないですもんどうやって売るかっていうはいまあいろいろとちょっとぼやいたりとかいろいろ言いましたけどもんアンズさんがやるべきことは自分で決めて自分でやってほしいなと思います、うん、人にどうのこうのじゃなくて人のが言ったからどうのこうのじゃなくて、うん 頑張るのは当たり前ですからね。うん、はい。ということで、頑張っていきましょう。では、また。